よこんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。私のダイエット動画ってたくさんありますが、この動画の内容をぎゅーっと8話の動画に圧縮してまとめました。この8話の動画を見ればあなたは確実に痩せられます。この動画は非公開ですが、見たいっていう方は私の公式 LINE アカウントに友達登録をしていただければ無料でプレゼントします。この動画の下の概要欄に LINE 友達追加の URL を貼っておいたので、ぜひ友達登録してこの非公開動画をゲットしてください。めっちゃいい内容ですよ。はい、今日のお話はこちら、水を2リットル飲むと痩せるのかっていうお話をしていきたいと思います。水ダイエットって検索すると、2リットル2リットル2リットルってもういろんな YouTuber がバーって書いてありますよね。水を2リットル飲むと痩せるとか、水を飲むと代謝が上がってダイエットにいいとかっていうことを皆さんバンバン書き込んで、多くの方が水ダイエットイコール2リットルって思ってしまっていると思います。じゃあ皆さん冷静に考えてみてください。私が今まで水を飲むと痩せると言ったことありますか？水は2リットル飲むといいよって言ったことありますか？そう、ないんですよ。なぜ根岸は水のことを喋らないのか、なぜ根岸は水を2リットルと言わないのか、それをですね、私の経験値を含めて今日はお話ししていきたいと思います。はい、ではね、水を飲むと代謝が上がるっていうことなんですけれども、多くの人がこの言葉を聞いたことがあると思います。これ確かに水を飲むと代謝は上がるんですよ。上がるけれども、私から言わせればこんなのは極論です。言い過ぎ。はい、これをね、例えるならば、水があれば天ぷらは作れるよっていうぐらい極端な言い回しなんですよ。皆さん、天ぷらってさ、水さえあればできる？そんなことないよね。いろんな具、エビとかピーマンとかね、ナスとかいろんなのがあって、で油があって、天ぷら粉があって、そして水があって、いろんなものがあって天ぷらというものができますよね。なので水さえあれば天ぷらなんか作れるなんていうのは極論ね、違いないですよね。ですが、水を飲むと代謝が上がるっていうのが、私からするとこれ全く同じことを言ってるんですよ。じゃあ例える話をしていきましょう。天ぷらね、天ぷらって天ぷら粉に何を加えますか？当たり前ですが水ですよね。はい、皆さん天ぷら作ったことがあると思います。まあ私はね、天ぷらは本当に45年間生きてきて1回か2回しか揚げたことはありませんけれどもね、女性の多くの方はね、天ぷら作ったことがあると思います。天ぷら粉に水を入れますよね。さあ、その時に水の入れる加減によってどうなりますか？例えば水が少なすぎると粉が溶けませんよね。ということは、粉が溶けないと天ぷらそもそも作れませんよね。一方で水を入れすぎるとどうなりますか？天ぷら粉に水を入れすぎるとシャバシャバになっちゃって、もう具に衣がつかないですよね。つまりついても、シャバシャバなんで美味しくないんですよ。そう、この天ぷらに水を、天ぷら粉に水を入れすぎちゃうとシャバシャバで美味しくないし、入れなさすぎると氷が溶けないから作れないってことを皆さん経験があると思います。うん、なので皆さんはどうするの？適量入れますよね。そうなんですよ。皆さんは粉がちょうど溶けるように、シャバシャバにならないように適量の水を天ぷら粉に入れると思います。はい、この適量というのがポイントです。次に洗濯です。皆さん洗濯するときに洗濯機に洗剤と何入れますか？当たり前ですよね。水です。皆さんはこの水の量ね、洗剤と水の量、この水がですよ、もし皆さんが洗濯をするときに水が少なすぎちゃうとどうなるか、粉が、これも同じく溶けないですよね。そう、粉が溶けないと洗えません。はい、そもそも論ですよね。うん、そして今度は水を入れすぎちゃうとどうなるかって言ったら、この洗剤が薄まっちゃうんですよ。洗剤が薄まるとどういうことが起きますか？洗剤が薄まってしまうと汚れが落ちないんですよ。そう、つまり洗剤のポテンシャルが下がっちゃうからですね、薄すぎると。うん、天ぷらもそうですよね。水を入れすぎると天ぷら粉のポテンシャルが下がるんですよ。そう、そもそも論でね。で、美味しくない。そうで、こう考えてみると、洗剤の水の量っていうのはどれぐらい入れればいいんですか？同じく適量なんですよ。
適量を入れればいいんです。少なすぎてもダメだし、多すぎてもダメ。なのでどれぐらいって言ったら、天ぷらも洗濯も水は適量で十分ってことなんですね。ということはですよ、水って何なのかって考えると、これを見てわかるように、水というものは物と物をくっつけるための単なる触媒なんですよ。触媒って皆さん聞いたことありますか？化学反応を促進する物質です。まあね、化学反応って言っても粉が水に溶けるというのも化学反応ですね。天ぷら粉が水に溶けるのも化学反応です。洗剤が水に溶けるのも化学反応です。そうなんですよ。つまり水っていうのは適量取っていれば化学反応を起こしてくれるという触媒、単なる触媒なんですよ。ここで皆さん、代謝という言葉をよくね、皆さん聞くと思うんですけど、あれを言い換えれば化学反応なんです。人間の体の中ではもうありとあらゆる化学反応、代謝が起きているんですね。その時に必要とするのが、そうです、水なんですよ。じゃあその水を入れすぎたらどうなんの、少なすぎたらどうなんの。多くの YouTuber が水を2リットル飲むと痩せるぜ、水をいっぱい飲んだ方がいいよって言っていますけれども、ちょっと待てと。単なる触媒なのに大量に摂取するとどうなるんだ。例えば天ぷらだと美味しくないし、洗濯だと洗剤のポテンシャルが落ちて汚れが落ちなくなる。じゃあ人間の体で大量に摂取するとどうなるかっていうと、はい、人間の体はね、上手にできてますんで、必要以上に摂取したものはおしっこで出るだけです。はい、つまり単なる触媒なのに水を大量に摂取したら痩せるなんつうの嘘800なんですよ。単なる触媒ですよ。皆さん冷静に考えてみね。粉が溶けるという化学反応を起こすだけ。そして皆さんの体の中にもいろんな化学反応が起きてるけど、それを手助けする単なる触媒なのに、なんでその触媒をいっぱい摂取したら痩せるの？もう意味不明なんですよ。もちろん物理的にね、胃の面積を水で占領してしまえばお腹いっぱいになるから食べられなくなるからね、ダイエットにいいって言うかもしれないけど、そんな原始的なことをいちいち YouTube で私は言いません。アホらしくて。はい。じゃあね、水は2リットル必要か否かなんですけども、この2リットルという数字はどうなんでしょう。はい、この2リットルという数字は嘘です。はい、なぜ Why? なぜ水の2リットルというこの数字は嘘なのかっていうと、よく考えてみてください。あなたと私、あなたとあなた方、身長、体重、年齢、性別ね、国籍、千差万別、十人十色なんですよ。ね、人の体は十人十色なのに、なんで2リットルという数字を決めつけるんですか？じゃあ聞きます。ね、小学生のちっちゃい子と私、同じに2リットル必要でいいんですか？全然違いますよね。こういうふうに考えた時に、水は2リットルって言っている YouTuber はめちゃくちゃ無責任かつ嘘つきってこと、こういうふうに理解しなきゃダメですよ。こういうふうにその人の言っている数字というものは自分に当てはまるのか、万人に当てはまるのか、こういうことを考えて、その YouTuber やメディアが言っていることを信用しなきゃいけないんですよ。ましてやですよ、もし私が2リットル必要だったとしても、じゃあいつも2リットル必要ですか？月曜日から日曜日、私の働き方はね、千差万別です。春夏秋冬、季節によっても汗のかく量や体の動かす量は変わってきます。つまり毎日の環境も異なるんですよ。私とあなたも違うし、あなたとみんなも違うし、鈴木さんと山田さんは違うし、そしてその同じ鈴木さんとはいえ、一日の行動ね、パターン、環境全然変わってくるから、一概に2リットルなんて決めつけんじゃねえよって話なんですよ。何皆さん決めつけられてるんですか？嘘つきのルールにあなたは従おうとしてるんですか？よく考えてみ。あなたと私、私とあなた、ね、鈴木と山田、渡辺と吉田、全部違うのになんだ2リットルって決めつけやがってって思いません？一日の動きも、春夏秋冬、ね、環境も全然違うのになんだ2リットルって。こんな嘘っぱち信じちゃダメよ。じゃあ根岸さん、
必要な量はどうなのかってね。うん。つまりはね、人の体10人といろ毎日環境も違うんだから、必要な量は全く異なるから、この2リットルっていうのは嘘。800出ました、今日2回目。じゃあ根岸さん、必要な量はどうなんだって思ったでしょ。いい質問だ。これね、ダイエットにも食べる量にも関係するんですけれども、自分にとって必要だなって思う水の量、もしくはタンパク質もいいよ、糖質もいいよ、脂質もいいよ、自分が必要だなって思う量って何かっていうと、例えば水があなたにとってどれぐらい必要かっていうと、ほにゃららな時、これどんな時、喉が渇いた時にほにゃららと感じる量、飲んで、皆さん思い出してみ、あ、水が欲するなっていう時、あ、喉が渇いたなって思うでしょ。そう、その時があなたの必要なタイミングであり、じゃあどれぐらいの量かって言ったら、あ、喉渇いたなって言ってゴクゴクゴクって飲んだ瞬間に、そう、美味しく感じるでしょ。そうなんです、あなたが必要な水の量というのは2リットルではないんですよ。あなたが喉が渇いたなって感じて、その時に飲む量が美味しいなって感じる量を飲めばいいんですよ。必要としてない、喉も渇いてない、なんか義務的に飲んでるっていう状態で健康と言えますか？ねえ、健康って言える？喉も渇いてない、義務的に、あ、これ飲まなきゃなって言って飲んでるその水、健康って言える？全くもって無意味ですよね。逆効果ですよ。いやいや、やることで人間の生理作用っていうのはマイナスに働くんですよ。逆に、あー、喉渇いたなー、今日もいっぱい汗かいたし、あー、冷たいね、冷えた水ね、うん、うまー、この量でいいんですよ。義務的に飲むことは、義務的に食べることも全くもってナンセンスです。多くの YouTuber やメディアが、入れることによって脂肪燃焼するよ、ね、水は2リットル、タンパク質は何グラム摂取するといいよ、おいおい待てと、俺たちは10年トイロで毎日の環境が違う、そんな状況で勝手な数字を決めつけられ、それに縛られていたら、あなた方は一生騙され続けますからね。疑う目で持ってください、疑う目を持ってください。いいですか。水の必要な量は2リットルではございません。単なる触媒ですね。単なる触媒です。あなたの体の化学反応を適切に行うためにあるのが水であり、それは触媒です。で、この化学反応を促進するって聞くから、じゃあこの触媒である水をいっぱい飲めばいいなって思ったあなた、はい、残念ながら入れすぎてもダメです。さっきも言いましたよね、入れすぎたら天ぷら粉はシャバシャバになって美味しくないね、洗剤は入れすぎたら薄くなって洗剤のポテンシャルが落ちる、汚れが落ちない。じゃあ人間の体は入れすぎても効果はゼロです。なんで？おしっこで出るだけだもん。人間の体っていうのは必要最低限の、今必要な量を欲しがってるだけなの。例えばね、500ml 欲しいと思ったら 500ml 入れてあげればいいじゃん。なんで 500ml 欲しいと思ってんのに 1L 入れんのさ。その必要もない 500ml はおしっこで出るだけなの。そして義務的にいやいや飲んだら体は受け付けないから、精神的にもメンタル的にも嫌でしょ。うん、そういう時って代謝落ちるよ。逆効果です。なので、いくら化学反応を促進する触媒とはいえ、入れすぎても効果がありません。うん、こういうふうに考えてください。なので本日のまとめ、水は2リットルは嘘です。なぜならば、人の体は十人十色、毎日の環境も違うから、その時に合わせた適量を摂取してください。じゃあその適量というのは、あなたが喉が渇いた時に美味しいと感じる量。もう一回言うぞ、水を必要とする時は喉が渇いた時に美味しいと感じる量を摂取すればいいだけ。これを覚えておいてください。じゃあ根岸さん、心が渇いたらどうすればいいの？いい質問だ。心が渇いたら私の動画を見ろっていうね。そんな感じでね、必要な水の量を理解していただければと思いますし、必要なダイエットの知識は私の動画を見ていただければと思います。まあこういった動画の内容をですね、私のメールマガジンでも体系的に
皆さんにお伝えしてますんで、もしよろしければ私の無料のメールマガジンを登録していただければ、こういう正しいダイエット情報が手に入ります。この動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL 貼っておきました。さあ今日の動画はこれで以上です。この動画面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。